はい、では今日はですね、テクノロジーが切り込む、社会課題、社会課題の、いろんなありますけども、今日は、ホームレスの課題について、お話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いきなりなぜこんな、社会的にね、大きな、問題となっているテーマをこのデジトレで扱うのかっていうことがちょっと唐突な感じもあるんで、丁寧にお話したいと思いますけれども、この番組がね、アメリカと日本を行き来しながら、日本からアメリカ、アメリカから日本とかって、そういう、ビジネスチャンスとかビジネス、市場参入とかね、検討されている方も少なからずいると思いますけれども、今その越境 EC ということを大きく、関心として、持ち始められている日本の事業者さんの中で、アメリカの景気状況どうなんですかとか、市場として大きいのは分かりますけども、実際参入した後、どれぐらいのその企業成長、事業成長を見込めるのかなということを考えるときに、もちろんそこにいる、人口の数とか、そういう人々のニーズとかっていうことを、捉えることを、例えば性の側面とするならば、一方でネガティブな側面として見なきゃいけない要素、社会的な、動向を把握する上で、一つ、離職率とか、そういうこともある一方で、ホームレスの、実態とか、そういうところが今最近どういう、時間軸の中での変化を起きだしているのかっていうところは、そういう日本から海外にビジネスをっていう時に、やはり現地の先の状況を把握する一つの軸として、見ていかなきゃいけないところなんじゃないかなっていうところと、そういう話を、いろんな、仕事の中で、日本の、取引先のお客さんからね、クリスもいろいろ聞かれることが多いっていう話を、聞いたので。で、日本で言うと、SDGs っていう文脈で、やっぱこういう、環境問題とか、あとは、ジェンダー問題とか、教育問題とか、そういうところっていうことは、関心の、一つになってきているっていうのはもちろんある一方で、今、こういうホームレスっていうところに対して、現地、アメリカでの状況の実態、もちろんアメリカだけではなく、日本の、状況とかも見たいと思いますし、そこに対して、企業が、SDGs の文脈でどういうふうに関わっていくのかなっていうことの、ヒント。ホームレスに対して企業、ホームレス問題に対して企業が変わるっていうふうに聞くと、ちょっと唐突な印象を持たれる方も少なくないかもしれないし、僕もそういう印象がもともとあったかなというふうに思いますけれども、一方で確かに SDGs の、策定されている、ゴールの一つにこういう貧困問題ということもありますから、やはり越境して事業を営んでいくっていうときに、現地のそのマーケットのその中に、今実態として存在している課題、この一つに、このホームレス課題、ここに対してテクノロジーがどういうふうに今向き合いつつあるのかっていうところの、この先の、見通しじゃないですけども、なんかやっぱり解決に向かっていってほしいなっていう希望もあるわけですから、なんかその辺の、ディスカッションをね、ただビジネスをっていうだけではない、そういうことが求められてる今だからこそ、このDX デジタルの中でもどういうふうにこういう課題をビジネスと共存させながら考えていくべきかなっていうことを、クリスとね、一緒にちょっとディスカッションしていきたいなというところです。ちょっと前置きなくなりましたけれども、改めて今日このテーマ、クリスが、セットしてくれたわけですけれども、実際このホームレス課題に対して、実際ビジネスしていく中で、ちょっとこれは無視できない、やっぱ重要な課題だよねって思うようになってきた経緯とか、今感じてることとか少し紹介してもらってもいいですか？そうですね。簡単に言うと、やっぱそのビジネスと SDG と個人っていう軸が実は意外なところで接点があって、でそこのテーマをつなげる意味でこのホームレス課題っていうところをピックしたんですけども、多分パッとイメージ湧かないと思うんですけど、例えばコロナの間に3回ぐらいかな、なんか僕の家にホームレスが訪れてたんですよ。しかも夜中3時に。俺なんか夜中3時、そう、アプリで、Google ネスト、Google の作ってるネストっていうプロダクトがあって、さすがに夜9時以降になると、AI とかで顔認証がすると、クリスが前にいるとか、誰が来ましたみたいな、お母さん来ましたとかって、スピーカーが出てくるんですよ。で、さすがに夜は通知で、携帯の通知だけで、ポンってこう来るのね。ある夜、ポンってこう、なって、たまたま寝てたんだけど、なんだこれと思って、パッて見たら、ドアの目の前で、知らねえやつがいるみたいな。夜中の3時。そう、なんだこれ、うろうろしてるぞ、こいつと思って。で、それが、夜中はそいつだけだったんだけど、3、4回ぐらいホームレスうちの前に来るんですよね。で、これってコロナの間で、失業率だったり、病院で行って、出て、どこにも行っていいか分からない、もしくは住所間違えたとか、いろんな理由があると思うんですよ。
で、まあ、そこだったら自分の話だけじゃないですか。そうね。うん。うん、だけど、僕のご近所さんには、某、うん、でかいアパレル業者の駐在員さんが引っ越してきたりとかしてて、うん、駐在員さんとか、その越境してきた人、うん、ビジネスとかって、はい、多分そういうシーンに、こう、鉢合わせしたりして、日本にはないシーンを見るっていう、うん、その、個人とビジネスっていうことで、うん、そこで接点でこの課題ってあるよねと、はい、なるほど。でさっきソッシーが言った SDG の中では、うん、日本のテレビ見てると SDG って言ってアメリカだと全然聞かないんですよ、うん、SDG って言葉そうなんだそう日本で取り上げられてるともう全世界的に今超重要課題としてみんなやるの当然だよねっていう雰囲気で取り上げられてますよ、うんうん、僕が働いてる会社とか、まあ、多くの会社って、はい、昔も20年から前からそうだったんですけど、うん、結構アメリカってそのクリスチャンベースの人が多いので、はい、例えば感謝祭だったりなんかイベントごとになんか例えば自分たち その会社の時間を使って、うん、なんかフードバンクに行ってなんか寄付しようとか、うん、はい、あとちょっと貧しいエリアの学校に行って、うん、なんか壁をこう塗ってあげようとか、なるほど、うん、あと今の、まあ、自分がいる会社とかだと売上の 1% が環境汚染を撲滅するに関わってる会社にこう寄付するとか、うん、はい、SDG 関係なくやってるんですよ、うんうんうん、なのでその SDG に関心を持った企業何してるのかっていうところも興味あるっていうことと、うんうん、でやっぱその現実このコロナでこういろいろ変わったじゃないですか、自分も経験して、で日本からこう売るときによく聞くのが、はい、今ちょっとアメリカに住もうと思ってるんですけどどこがいいんですかねとかっていうと、うん、ローカルにいる僕からすると危険エリアまず避けようねっていう話がまず頭よぎるんですよ、うん、はいはいはい、はい、そうそう、あと日本人エリアだったりとかっていう、うん、とかそういう話になるんで、うんうん、その企業がこれから海外に行く、はい、うんうん、でやっぱ採用するにあたっても何かしらのいいミッションとか、うん、はい、取り組んでる課題とかっていうのがやっぱ今の若い子ってそこら辺が結構キーポイントになったりするんですよね、うん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 、でその中で自分の社員が引っ越すその先の治安だったり、でそこで住み始めたらその現状がどうなのか、うん、でコロナ禍で結構ガッてシフトしたんで、うんうん、でコロナ禍で眠るビジネスの DX っていう課題がどう向き合うのかとか、うん、この4つ目の接点を組み込むと結構面白い話になるなっていう、うんうん、なるほど。いやでもちょっと最初の夜中3時にねホームレスがやってきたっていうことの、まあ、衝撃と、でそれがやっぱり社会の大きな変化の一部がやっぱりクリスの生活の中に現れてきたっていうこと、これっていうのは今までなかったことなわけですよね、うん、そこってちょっとしたやっぱ1件2件3件っていうたった3件とかかもしれないですけど、うん、それは社会で起きている氷山の一角なんでしょうねきっと、うんうん、ちなみに僕のコーワーカーっていうか、うん、同僚が、うん、ロサンゼルスベニスビーチに行った時に Google の袋を持ってたんですよ、うんうん、Google の紙袋みたいなの持ってて、で洗濯物から分かんないけど中にしに行こうと思って、うん、その時にホームレスに追っかけられましたね、うん、それはどうして追っかけられたってことなのかなロサンゼルスのベニスビーチに Google オフィスがあるんですよ、はい、で周りはもうテントだらけなんですよホームレスの。はあ、だからそこの社員がやっぱいい生活してるとか、うん、なんか多分、まあ、邪魔扱いっていうか、じゃない、うん、してないとは思うけども、そこの格差がこう、うん、目に見えてるんで、うん、そこで、なんかこう、自分たちの縄張りじゃないですけども、なんか、うん、そんな中、こう、堂々と、その、Google のロゴを背負ったものをなんかこうやると、なるほどね。っていうことで、うん、まあ、コロナ前だったけども、サンフランシスコの場合だと、例えば、Google バスとかに卵なくつかるとか、うん、その地域の、人たちが怒りがあったりして、うん、そういうバスをアタックするみたいなのがあったりとかして、うん、その企業とその格差が生む、うん、その企業とそのローカル人のこう、うん、なんだろう、その境界線っていうのが結構熱烈になってるっていう事情もありますよね。なるほどな。うん、なんか日本の感覚っていうことを僕がなんか全日本人を代表して話すことは全くできないので一僕一人の感覚で今の印象を聞くと、なんかその格差の問題の責任の所在は企業にあるというよりも行政とか政治とかにあるっていうふうに僕の感覚では思うので、なんかその怒りの矛先が行政ではなく企業に対して向いていくっていうのは、なんかそのすごいスキップしてなんか弓矢でピューンと行政を飛び越してその奥にいる企業にダイレクトにその何か主張をするっていうのがすごい、うーん、ちょっと新鮮というかサプライズというか、うん、そこのなんか景色っていうのは、うん、事業を営むっていうことを日本からところ変わってアメリカで行うっていうことを考えたときに、全く想像しないところが矢が飛んでくるっていうことを事前にね知った上でアメリカに越境していく、海外に越境していくっていうことの上でこういう問題があるっていうのをなんかきちんと向けなきゃいけないっていうのはあるんだなって感じましたね。そうですね、カリフォルニア州天気いいし、うん、あと結構ホームズに優遇っていうか共和党の州よりも結構そのセーフティーネットがちょっとあるんで、はい、まあ、いろんな要素でホームレスが来るんですけど、うん、アメリカの全体の4分の1ぐらいがカリフォルニアに来るんですよね。アメリカの
国内にいるホームレスの4分の1そうがカリフォルニアにいるんですよ、ホームレスが。あ、なるほど、そう、なのでその母数としても結構多いっていうことですね。あと2020か21、要はあのパンデミック始まってからもう 7% 増加してるんですよ、はい、で言うわけ、言うまでもないんですけど、インフレがあったりして家計が苦しいっていうところもあるし、でさっきの企業とあのホームレスっていうと、まあ、コロナ前から問題になってるのが、まあ、シリコンバレーがいい例なんですよ、はい、今まで10万円とかで住んでたところが追い出される理由として、あの今まであの普通に住めたところがテックワーカー IT 企業の社員が増えて家賃が4倍5倍とかに跳ね上がりましたと。そうすると大家さんからすると、あのこの10万円とか払ってるテナントよりもテックワーカー入れた方がいいよねって言って、そうすると地域全体が色が変わるんですよね。そう、サンフランシスコのダウンタウンなんてもともとすごい危なかったのに、今じゃあもうセーフソースがあったり、Google があったり、LinkedIn があったりとかして、Twitter がいて、Uber いてっていう、で、そこでもう結構潤ったんだけども、そこで潤わない人もいるわけですよね。で、そこであのキックアウトしたり、どこにも行けなくなっちゃうとか、職失って職をあのもらえないとかっていう、でそういう人たちがこう省かれるっていう現状があると。で、それが何を満たすかっていうと、ホームレスだったり、あのスキム手が必要だけどもらえなかった人。がいるじゃないですか、はい、そうすると、あの IT 企業が僕が住んでたところが住みたくなっちゃったみたいなことになるんですよ。なるほどね、おしゃれなコーヒーもいいんですけど、そういう層が集まったことで、もともと黒人の人たちがいっぱいいたコミュニティあったのが、ジェンチフィケーションっていうんですけど、なんか白人の若い人たちが入ってきて、自分たちが住みにくくなっちゃったみたいな。なるほど、家賃上がっちゃってみたいな。いや、家賃のね、その急激な値上がりで、その生活立ち行かなくなるっていう感覚は何でしょう、日本国内にもあるはずだなと思いますね。まあごめんなさい、その家賃が高くなってっていうことじゃなくて、まあ、生活費の高騰とかいろんなことを含めて、だと思いますけど、そのうちのやっぱり大きな一角を占める家賃というものがそんだけインパクトあると、毎月の収入に対して支出が大幅に上回ってしまって、家賃の支払いが滞納してしまって、で家から出なければいけない、でも行き先がない、じゃあどこ行くのって言ったらね、道にテント張ってそこで生活するっていうしか選択肢が残ってないっていうシナリオっていうのは、まあ、あり得る話だろうなとは思いますよね、これをマーケティングの話に戻すと、マーケティングのなんだっけ、あの 4P っていうプライシングプレイスメントプロダクトとかあるじゃないですか、プライシングにも影響するわけですよね。だと、広告やっぱみんなあのコロナでいろんなところにこう引っ越しちゃって、デモグラフィックがガンって変わったんで、そういった意味でそのどうやってやらいいのかっていうところも結構その状況がすごい変わりましたと。あの例えば日本のものいいからアメリカ行ったら一挙 EC したら売れるかっていうと、いやちょっと一回落ち着いて、そもそも、あの物価的にどうなのっていう、その価格でいいの、あのじゃ あの駐在員送ろうかって時にどこに住ませるのっていう時にね、あの結構驚かれるんですよね。ニューヨークなんてあの多分ランチするのに多分普通に日本円で行くと多分3000円とかするんですよ。ほう、だからじゃあニューヨークに行こっかって簡単に言うと、いやその待って、あなたはそこに社員を送るってどういうことしてるって、あの普通に生活するのに、まず家賃に多分最低でも4000万円、40万円月、あったとして、でランチ買うとしたら普通に3000円とかかかるよねっていう、ワンコインってこれランチできないからっていう話で、そうすると送ったら送ったらいいんだけど、いや住むとこはねえよっていうのは難しいよって、それよく聞くんですよ、駐在員の人が来た時に、もうアパートがないやんっていう、会社が負担してくる額が超えちゃってるじゃんみたいな、そっかそっか、っていうレベルから始まると、そう、あのいやー、なんかね、今までっていうのがいつなのかよくわからないですけど、僕もともと商社勤務とかもあったんで、海外駐在とかっていうのは、当たり前のようにそういうワークスタイルって聞いてましたけども、駐在員一人送る、でその家族も一緒に行く、そのための家を手配する、その家賃が爆上がりしてる、それ以外の生活費も上がってる、そのどこまでを企業が負担するのかっていうことに対して、その企業の負担に見合った事業をその、ね、駐在先、進出先の地域で、その事業を作り上げるためだけの経済的な、まあ、景気動向とか市場の、まあ、状況っていうのが現地先にあるのかっていうところまで考えた上で、一人を派遣するのかどうなのかっていうことを判断するときに、やっぱこういう、まあ、ちょっと難しい社会の状況についてもやっぱり触れざるを得ないっていうのはありますよね。で僕の周りの話も含めてなんですけど、あのちょっとあの例えば越境とか、そのなんかグローバルで日本の会社がグローバルで やるときに、意外とそのこっちの現地って現地側では例えばリモートワーカーっていう形で、まあ、コロナでリモートワークするよねっていうことで、あのその地域から離れた人っているわけですよ、まあ、ホームレスじゃないですけども、ただ単にこう引っ越しっていうことで、はい、
そうすると、そういう引っ越しなされた人がいっぱいいる、もしくはリモートワーカーっていう形で、そういう形で仕事したいっていうこと、うん、でそのフレキシビリティがある中で、あの現地の人がそのポリシーを変えましたと。はい、うん、でそうするとそのポリシー、現地のポリシーとその日本のローカルのポリシーって結構すごくギャップが大きくなったりするんですよ。うん、日本のテレビ見るとさ、なんか東京に行った人がなんか沖縄から仕事し始めてすごいねって話なんですけど、うんうんうん、アメリカの場合はやっぱその、まあ、あのワーケーションっていう形で引っ越す人もいれば、うんうん、そうじゃなくてあの高いから、うんうんうん、もうこの国の給料だとここで住めにくいっていうことだったり、家族を持ちにくいっていうことで引っ越すっていう、はあはあ、うん、そういう影響で結構そのなんだろう、その違う州に行ったりとか、うんうん、まあ、税金だったりとか、まあ、いろんな理由で結構引っ越しされるっていう現状があるんですよね、うん、はい、だからリモートイコールワーケーションだったり便利だったり、うん、コロナであのパネルの対策ってやってるわけではないんですよ、うん、なるほどね、うん、だけではないんですよ、うんうん、そう、だからそういったその地元のそういうニーズとかその、まあ、現状を把握すると、うん、はい、採用するときにも関わってくるわけですよ、うんうん、そうでしょ、そう、そっか、うん、いや、そうだからそういう風に採用していけない、じゃ あのまた戻ってくださいって簡単に言えなくなるんですよ、うん、そうすると今度一人一人辞めたりとか、うん、するんで、うんうん、でまああのこれホームレスの一歩手前か二歩手前の話してると思うんですけど、うんうんうん、です、まあ、まあそういうそのアメリカ人とかっていう、まあ、世界だとこういう話があるんですよね、うん、で、はい、アメリカだけじゃなくてブラジルとかサンバルも結構そういうことになってるらしくて、うんうん、だから日本とはまた別の感じで世界 の, その人の動きっていうのは違う形で動いてるので、うん、その事情が結構そのインフレだったり、うん、戦争だったりいろんなことがこうあって、はい、その結果ホームレス、セーフティーネットの国はホームレスになっちゃったりとかしてるっていうことで、うん、なるほどね、いやだからアメリカの中にもいろんな州があって、それぞれの州ごとに法律があるわけじゃないですか。そういうセーフティーネットが安定してる、まあ、しっかりしてるっていうところとそうじゃないところの同じホームレスでもうね、やっぱり今回のこの、まあ、景気の大きな大変動の中で、うん、家からキックアウトされてしまった後にどうするのっていうところのセーフティーネットの中でもう一回再起を図れる人とそうじゃないっていう人のなんか違いっていうのはアメリカの中でもいろんな場所によっていろんな状況っていうのがありそうだと思うと、うん、その辺の違いっていうのをある程度やっぱり見通した上で本当に今越境するべきなのかどうなのかっていうことをちゃんと考えていかなきゃいけない一つの、まあ、状況把握の、うん、視点になり得ますよね。そうですね、うん、で日本ってあれだよね、なんかあの貧困ホームレスっていう言葉はあんまりこう、うん、馴染みないと思うんだけど、うん、なんかデータを見ると意外と貧困率なんか トップの方にやってるよね世界の OECD の国の中では、うん、なので結構、うん、現状も意外と隠れ貧困みたいなのがいっぱいいるらしいじゃないですか、うん、そうね、まあそのね、日本だと、うん、ネットカフェに寝泊まりするっていうことで見えない貧困、見えないホームレスっていうのは数多く、ね、いるっていう問題はあの過去長年言われてきた問題としてありますけども、うんうん、いやまあでもその辺の問題っていうのを、まあ、さっきの Google のね、そのホームレスの周りにいるホームレスが Google のカバン持ってる人にちょっとそのまあね、なんか一件があったっていう話じゃないですけど、企業とホームレスが直接何か対話を持って解決していくっていうことの先に何かがあるのか、まあ、それともまあね、その東京都とか、まあ、その地区町村とかって行政がその辺のセーフティーネットをなんとかすることによってやっていくのか、うん、なんか難しい問題ですね、うん、ここに対してやっぱり解決の糸口を作っていくっていうことを SDGs の一環として企業もやらなければならないっていうことは分かるものの、でももっか目の前の業績の中でそういうことに対するその予算、うん、お金がついてもありますから、もちろん寄付慈善活動ってところはあるものの、うん、それだけのことをやっぱりしっかりと向き合うためには、うん、事業の中でしっかりとした収益と余剰がないと活動ができないし、うん、で一方でそういうことに対してきちんと向き合っている企業が採用で、ね、若い人からの共感を得て採用力が高まるっていうのもありますけれども、うんうん、そこに十分な、ね、予算とかリソースを持てないっていう企業もいる中で、でもそういうことを世の中から求められてきているっていうジレンマ、うん、難しい問題だなと思います。まあ、企業がそのホームレス課題になんか取り組むという話だけでもないかなと思っていて、うんうんそのまあ、例えば日本 の, そのネットカフェ民族みたいなのがいたとしたら、それ東京だけでも2017年4000人いるみたいなデータが Google で見つけたんですけど、うん、その半分ぐらい2、30代なんですよね。な半分が2、30代か。そうだから、うんでさまあ、この間で1個前の EP だとその人材不足とかっていう話したじゃないですか。はい、
で結構その住まいをなくすとその求職活動とかって結構ハードル高かったりとか、うん、その要は仕事できるのにみんな日本って高卒なんで、その、まあ、そこそこリテラシーというか教育があるわけですよね。うんうんうん、20、30代ってたら下手したら大学出てるかもしれないし、わかんないよね。うんはい、でそういう労働の方にこうリソースをつける人たちがちゃんと住所がないっていう形で、うん、うまく職にこう携わらないというかこういけないっていう。でそれって人材不足と解決する糸口の中の一つの一環の問題でもあると。うん、アメリカもそのスケールが大きいんだけど、日本はその数字以上に絶対もっといると思っていて、うん、ネットカフェで一つの、ね、貧困の形だけども、それ以外の形の貧困もあるわけだから、うんはい、その人たちが仮にあと一歩で家を失うとか、うん、道に途方に暮れるってなったら、それだけあの労働人口が減ってしまうっていうこと、うん、イコールそのこれから国とかその企業が採用する上で、うん、ポテンシャルある人が消えていくっていう話なんだよね。うん、うん、そうっていう、こう、マクロ的なものがありますよねっていう話なんですけど、うんうんうん、俺も結構やっぱこういう直パンデミックで直面するまではさ、なんか、うん、なんか本当にこう、あ、テクノロジー、ホームレスの話ってこう、あ、自分のエリアに入ってきたとか、あそこがこうなったんだって話なんだけど、で、いろんなこう、テクノロジーとかいろんなこう、取り組みをされてるの、うん、非営利団体だったりとか、うん、で仮にそう営利団体で取り組んでるところって、うん、テクノロジーをこう結構ググってみたりすると、意外と面白いんだけど、本質的な課題を見ると果たしてこんなテクノロジーいいのかって思っちゃうんだよね。うん、例えばなんかあのシャワーできるバスをホームレスのためにこう、うんまあ、回るとか、すげえあのかっこいいじゃないですか、いいじゃないですか、うん、あってもいいと思うし、うん、でだけどなんかこう壊れないテントとか、うんまあ、それはホームレスのみんなだったらそれ必要だよねだし、そうね、うん、あとなんかオランダとかではなんかこうあのそのなんかこうなんかこう IoT 的なそのジャケットを着ると、うん、でそこのアプリを導入してるところだと、その人たちがこう近くに来たらなんかアプリ側からこう静かになんか寄付してあげるとか、あなるほど、ね、募金してあげられるとか、うん、もしくはそのホームレスの人たちがアプリを通して欲しいものを伝えることで誰かがそこをこう買ってあげたりとかするみたいな、そういう、うん、なん支援みたいなアプリがあったりとか、うん、そういうのを見るとすげえクールだし、こういうのを企業がもっともっとこう携わればいいじゃんっていう話なんだけど、うんうん、で実際見てみるとね、まあ、今回このトピックなんで調べるじゃないですか、うん、そうすると本当にこういう課題に取り組んでる企業、まあ、セールスフォースさんだったりとか、うん、その記事とか読んでると、はい、その現場で戦ってる人たちがあの、うん、一番感じてることって、うん、その DX とかテクノロジー求めるとこってこういうガジェットとかよりも、うんはい、その早くその例えばそのホームレスになっちゃった人とか助けが必要っていう時に、うんうん、速やかにその人にこう助けられるようなシステム、うん、例えば行政間のデータのつなぎとか、はい、うん、あとやっぱそのインフォメーションを素早くアクセスするモバイルを持つこととか、うん、スマホを持つこととか、うん、アクセス、はいはい、その情報にすぐアクセス、うんうん、なんか散乱してるじゃないですか、いろんな情報が、そうじゃなくて、うん、ここに行ったらすぐ、うん、で支援を受けたらその支援の団体もすぐその人の情報を取れるみたいな、うん、そのいろんな自治体にこう連絡しちゃって、この人やっとの、うん、この人のことが分かるっていうことじゃなくて、うん、まあ、そういういろんな意味でそのデータのつなぎ、はい、うん、そのコネクテッドエクスペリエンスっていうんですけど、はい、そこを CRM じゃないですか、そこら辺こういろんな行政とうん、うん、データがつながってる、うんうんうん、なので必要なのはそういう DX っていうのはそれデータ CRM とかいろんなところの連携インテグレーションデータの、うん、そうするとデータ収集の活用っていくと、うん、あこの人ってこういう人種でこういう病気があってこういう形でホームレスになった、うんうん、でホームレスになった理由に対して あのこう例えば必要なサービスって違うんですよね、うん、なるほどね、うん、子供いるとかいないとかなんかあの、うんうん、でそれを速やかに分かることであの、うん、データを見ると AI 使ったりして、うん、あこういう人って過去にこういう事例があってうまくいった事例があるから、うん、それを照らし合わせると、はい、こういうサービスを提供したらどうですかっていう、うん、そういうシステムの構築、うんはいうん、そういうセグメンテーションをちゃんと把握するっていうことのシステム構築が大事だみたいな言ってるんですよ、うんうん、なのでなんかそういう IoT のジャケットもいいんですけどもなんかシャワーとかもいいんですけども、うん、本質的なこう課題を解決するのにうん、意外とそういうシステムの裏側っていうのは普通に僕らが使ってる日々使ってるシステムとかなんですよね、うん、なるほどね、そういう会社さんが取り組んでたりとかしてるんですよ、うんうん、まあそうね、うん、まあ家を失うっていうことはつまりね契約できる住所がなくなる、うん、そうするといろんなその、うんね、そのクレジットカードもそうだし電話もそうだしスマホもそうだしインターネットにすらつながれなくなるっていう中で今の時代どうやって仕事を探し直したらいいのかっていう話ですよね。家のね、再手配とかも難しくなる、うん、するともう次々に、まあ、社会復帰から遠のいてしまうっていうのこをどうやってせき止める、まあ、手立てを早急に必要な人に必要なタイミングで届けていくのか
ていうことに対して、ね、例えば家一つ借りるにしても、ね、住所が必要で、住民票が必要で、戸籍謄本が必要で、収入証明が必要で、それが会社から発行してもらわなければいけないとかってなると、ね、やっぱりその辺のまあ書類を取り集めるっていうだけでも、普通の、ね、生活をしててもいろんなプロセスがあって、ね、忙しい中なんとか取り寄せたみたいなところが、もうたちまちそういう家がなくなってしまって状況に陥ってしまうとリカバリーしきれないところっていうのはありますよね、うん、そういうところをそのデータ連携を行政間で行うっていうことによってとか、あとはその企業の中の、さっきネットカフェの話ありましたけど、ネットカフェにいるっていう状況の中の一定割合の人々がそのホームレスというふうに捉えられるような生活をされている方も一定数いると思うと、そこを行政と企業間でどうデータ連携することによってセーフティーネットを行政だけでは行き届けないところを企業と連携しながらサポートしていく、うんうん、そういう関連というのは単発的なそのガジェット提供っていうことだけでは、うん、本質的に解決できないところに対してのその手立てを差し伸べるっていう関わりっていうのは非常に有意義だと思いますよね、うん、最近だと災害でホームレスになるっていうケースもあるんですよね、うんうん、アメリカ、カリフォルニアだとなんか、はい、あの火災、山火事とかで家を失う人が何千人とかいて、はい、そこでやっぱちゃんと経験と、うん、そのなんか貧困でホームレスだったわけじゃなくて、うん、その災害で、日本だと地震とかさ、なんか津波とかいろんな、うん、まあ、違う形の災害があると思うんですけども、でそういう人たちが復旧、なんか復興とか、いろんな形で仕事に戻ろうとするときって、うん、必ず企業が入ってくるじゃないですか。うんうん、でそれを取り巻くトピックとして、なんか仮設住宅の新しい技術だったりとか、はい、段ボールでなんちゃらなんちゃらとかって、うんうん、その領域に入ってくるんですよね。うん、うん、うん、そうそうそう。で、まあ、まあ、海外っていう意味でいくと、うん、まあ、そういう、例えばそのリスクっていう意味では、うん、その違う形でいろんな形であるよねっていう。うん。うん、そうね。うん。まあ、今回はたまたまね、このホームレスっていう切り口から、この辺の話をしてますけれども。なんか2ヶ月くらい前に息子が保育園に入ったんですけども、うん、保育園入る時の書類審査に、やっぱ職場との雇用契約みたいなのがあるのかな、なんか収入証明みたいなのがあるんですね、うん、つまり職場に、勤めてるっていう実態がないと子供預けられないっていうことなんらしいんですよ、うん、で多分その世の中には多くのその片親の家庭がありますし、でその多くがもしかすると女性かもしれません。でその方が職場に今勤めていられない状況下で、子供を育て始め、そこから職場復帰しようと思った時に、まず子供を預けなければいけないっていう時に、うん、幼稚園でなく保育園しか預ける選択肢が年齢の関係上選択肢がないっていう、そういう状況ってあると思うんですよ。でもそこで職場の勤めているって証明がないと、そこでも選択肢が途絶えてしまうっていうようなことがあるんですね。うん、でそこでセーフティーネットが整備されている行政自治体もあるかもしれないですけど、そうじゃない自治体もやっぱあるみたいなんですよね、うんうん、だからそこでじゃあ働けなくなったらどうなるかって言ったら、やっぱりその貧困問題のやっぱ一つとして語られなければならない状況にどうしてもなってしまうわけですよね。働けない、うん、子供預けられない、うん、でも生活費を稼がなきゃいけないって、うん、だからこういうことのサポートをどういうふうにしていくのかっていうときに、その状況にいる人がどういう過程でそういうシチュエーションに、まあ至ってしまったのかということを一人一人理解するセグメントができる情報を行政間、関係する企業間で、まあ、もちろん個人情報の保護とかもね、もちろん大事ですけども、うん、そこをしっかりと担保しながらも、きちんと的確なタイミングでセーフティーネットを機能させるっていうところの、この DX におけるデータ連携の大切さ、ここに対してどう、誰が一体どういうリーダーシップを持って、うん、環境整備を行っていくのかっていうのは非常に重要な社会課題になりますよね。そうだね、日経ビジネスのデータ見たらさ、うん、日本の場合はその女性、うん、一人の女性とか単独、うん、単独世帯の女性が結構貧困率、うん、まあ、OECD の、うん、国でもトップ3に入るんですよね、日本って、うんうん、結構ひどいですよ、はい、アメリカ並みひどいですよね、うん、で70代後半の女性4人に1人が相対的貧困なんですよ、日本って、うん、だから結構ひどいんですよ、女性とかっていう、うん、男性と女性で分けると女性がめっちゃひどいんですよ、はい、うん、でこれから例えばその人材不足とかその労働っていう、まあ、70歳の女性も、うん、働けないと思うんですけど、例えば10代20代も多いって言われてるんで、そこがその、まあ、テクノロジー最近だとね、なんかその日雇いだとか、うん、いろんなバイトが隙間時間にこう働けるとか、うん、でそれを使うにもやっぱね、フレキシビリティとかスマホのアクセスだったり、うん、ちゃんとその、うん、ペイメントできるような形でいろんなこう自分の情報がつながってないといけないじゃないですか、うんうんうん、やっぱその
それをサポートできる形の支援だとかっていうのは、まあ、行政もあるんですけども、うん、まあ、そこへのアクセスっていうところがやっぱポイントになってくるっていうところもあるし、うんうん、そもそもそういう人たちが世の中にこんなにいっぱいいるっていう現状、うんうん、日本が意外とこんなに貧困率高いとは思わなかったし、うん、これは一言ではないのかなっていう、うんうん、なので日本が、ね、災害の時にいろんなテクノロジー使うじゃないですか。で結構世界でも結構進んでるじゃないですか、はい、災害の時にこれを日本のこれを使えばっていう、うん、結構いろんな事例があるんで、うん、それが、はい、あの例えばその、まあ、貧困とかその SDG って言ってる中からそういうところにもこう向けると意外と、うんうん、できることがいっぱいあるんじゃないかなっていう、うん、そうですね、うん、でこれってやっぱその人材の採用とかその会社の中 の, その,、うん、あのリソースとビジネスっていう、うん、そのいろんな形で共存できるとこれは結構チャンスでもあり、なんかこう意識高くフォーカスしていかないと意外と自分の社員が辛い思いする現状もあるかもしれないしっていう、うんうん、そうね、うん、だからここは無視できないですよね。いやそうですね、だから企業が自分の会社の中の社員一人一人の、まあ、家族含めた生活の様子、ここに対してこの先も継続的に働ける環境に今生活が成り立っているのかっていうことに目を向けたときに、おっとここはちょっと手立てしなきゃいけないなっていう文脈があったときに、それって実はその人だけでなくいろんな企業の中にそういうシチュエーションの、ね、他の、まあ、人たちも多くいるっていうことまで見通しながら、何かその SDGs の中で社会に向き合っていく企業の文脈ってことを、まあ、考えていくっていう発想、ここを考えるとマネジメントの延長に、まあ、企業のその経営、その人的リソースの、まあ、あの最適な、まあ、活用とか、ね、なんていうんですかね、もうなんか一言でちょっと言い切れない要素たくさんありますけど、うん、ま、だ企業のマネジメントと SDGs によるその社会課題の解決の中の、まあ、貧困問題とか、うん、ここっていうのは決して別物ではないって、つながってるっていう、そういうことなのかもしれないですよね。うんうんうん、そうです。会社のその、福利厚生とか、そのリモートポリシーとか、うん、ワーケーションとかっていう、意外と、一つの理由にはくぐれない理由があるんで、うんうん、特にアメリカとか大きい国なんでね、だからもし日本の会社がこっちに来るときにいろんな事情があるっていうことを把握したのが大事ですよっていう、うんうん、そうですね。いやだからこそその事業が向き合っている市場だけを見てればよかったっていう事業経営者、事業責任者の、皆さんにおいては、まあ、私も含めてですけど、やっぱりこういう事業の先のその市場の中にいる人々が抱えている生活上の、まあ、課題感、うん、ここまでも想像しながら、まあ、社員、人員の、まあ、採用、うん、あとはそのサービスの展開とその先の顧客の先の生活感、まあ、この辺に対する想像を、ね、膨らませた上で事業を前に進めていくっていうことの上で、今日のこのテーマっていうのは非常に、まあ、重要な社会をしっかりと、うん、理解していく一つの入り口なんじゃないかなというふうに思いますよね、うんうん、いや知らないことが本当に多くて、うん、ちょっと背筋が伸びました。はい、はい、うん、いろんな事例ありますよ。ありますね。日本だとそのね、マイナンバーカードでなんかマイナポイントとかってなんとかいろいろ言ってますけども、なんかそういうね、なんかセーフティーネットの一環としても機能しうる、そういうデータ連携へのその、まあ、プロジェクトの推進、うん、進展っていうところを、まあ、改めてこういうのを聞くと期待するなと思いますし、うん、なんか一括にその子ども給付金みたいなものをそのね、支給するっていうの施策ではなく、本当にセグメントして必要な人にだけ必要なタイミングで素早く、うん、ね、なんか遅いじゃないですか、こういうなんか必要な時に必要なものがない、必要な時に必要なお金がない、必要な時に必要な支援がないみたいな、それによってね、うん、後戻りできなくなる状況って、うん、特にやっぱり小さい子供を持っている家庭だとなお一層あると思うんですよね、うん、あの一つの僕の知り合いから聞いたある日本の会社の話なんですけど、うん、あのVPN が調子悪くて、うん、あのその日本側 の, なんかそこの IT 部署じゃないけど、なんかそこら辺がちょっとこけて、うん、そうすると世界の社員が VPN 入れないから、うん、そのリモートしてる環境の中で、うん、会社の環境に入れないっていう現象が起きて、うん、その時にその日本側の会社が何を言ったかというと、あの これが治る1週間2週間は会社に来いと、うんうん、はいで済めば終わりな話なんだけど、うん、実はほらコロナでリモートワークを採用しちゃってるわけですよね、う
うんうん、ポリシー上リモートワークであの違う州の人が取っちゃったりとかしてるわけですよ。そうか、うん、そうすると KY なんですよね、その日本の会社が、うん、その 本部の日本は。だってアメリカっていろんな州からこうリモートっていう形で人がいない中、せっかくいい人材をリモートワークで違う州からいろんなこうみんなでオンラインでやってる中、いきなり、うん、じゃあ会社来いとか言っておかしいだろっておかしいでしょじゃあ来なかったらじゃあ有給使ってくださいってなって、じゃあ1週間2週間その違う州で働いてるメンバーってなんか有給取らないといけないのって話だったり、うん、で急に戻れって言われて、その子供いる家庭はなんかこう、うん、あのなんだなんかいろんなスケジュール変わるじゃないですか、うんうん、そうでみんなやっぱ職失いたくないとかさ、そういうこう考えとかでインフレの中失業率も上がってきて、そのなんか、まあ、ホームレスはまだいかないですけども、あの変な話その、ね、違う州に行ってそういう 業界がない州にいたとしたら、職失ったら、うん、じゃあその業界に戻るかって言ったら引っ越さないともいけないんですよね。うん、確かに、うん、で給料も変わるかもしれないしとか、まあ、いろんなこう、うん、多分しがらみはあると思うんですけども、うん、理由だったりとかするんですけど、うん、だけどなんかそれってすげえ KY だなっていう、うん、現地の状況知らずにじゃあ皆さん、はい、会社来いっておかしいでしょっていう、うん、そうそうそう、そのテクノロジーが VPN こけたんだったら、うん、なんか簡単にクラウドベースの VPN とかいっぱいあるし、うん、なんかそこの社内の DX 化っていうかちょっとインフラ整える時期なんじゃないかと思うよね。なんかそうね、うん、まあちょっと今あのうん、これは数ある日本企業の中の一企業の事例だっていう、そうそうそう、知り合いから聞いた、あくまでそのサンプルは1だからこれが全部だっていうことじゃないんですけど、けど、まあ、こういう、うん、この会社かっていう話をしてるわけじゃなくて、うんうんそのまあ、そういうことがね、そう海外のそういうなんだリソースの現状っていう、うん、でそこに対するそのテクノロジーへの対応が、うん、な何をあの歪みになるのかっていう話、ね、うん、別にその会社がいけてないっていうのは、まあ、いけてないんだけど、なんか、うん、あのその VPN っていう落ちたっていうところからそういう人の生活にまでこうインパクトするっていう話、うん、で VPN 一つでこんなインパクトになるのっていう、うんうん、あとその現地の人の足に、まあ、あの目線で考えたときにどういう状況なのかっていう把握しないといけないっていう、うん、その、はい、海外にいる本社機能そう、ね、という話なんでね、うんうんうん、いやだからその辺を前提に採用したのにそうじゃなくなるっていうことって、ね、場合によって訴えられますよね、うん、あ危ないよね、危ないですよね、うん、危ないですね、うん、まあだからちょっと話は、ね、それちゃいそうですけども、まあでもそういうワークスタイルをどういうふうに整えるのかっていうこと、うん、これをその、うん、一発なんかそういうなんかキャンペーン的に打ち上げるんじゃなくて、それやっぱり、ね、ちゃんと続くような形に整えようというふうにやっぱ考えるテーマっていうのはやっぱり労務上たくさんありますよと、うんまあ、かつそういうことがねやっぱりその社員一人だけでなくその奥にいる家族とかその地域とかのいろんなその生活スタイルとかいろんな困窮世帯に陥ってしまった人々のまあいろんな理由とか、うん、なんかやっぱり、まあ、行政だけじゃなくてこういう企業経営っていうのはやっぱり考えなきゃいけないことたくさんあるなというふうに思いますよね、うんうん、やっぱり勉強が足りないなって僕も思いました、うん、はい、まあ、ちょっと今回ね、そういうことを考えるあのいいきっかけになったかなと思いますけども、まあ、あのこういうテクノロジーが逆にね、こういう社会課題を解決していく一つのソリューションとして希望の光になるっていうことでもあると思うんで、はい、まあ、引き続きね、あのこの企業活動を軸とした我々のこの DX 活動っていうのを極めて、うん、少しでもこういうところにね、寄与できるような形に我々も成長していきたいなと思います。ということで、今日はテクノロジーが切り込むホームレス課題について取り扱いました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。